するかって言いますと、今日は可愛い髪型をにチャレンジ、ヘアアレンジ配信です、をやっていこうかなって思います。だからね、スタイリング剤をいつも何かしらつけてるんですけど、今日は何もつけてない。はい、できるかな、をやってみたいと思います。でね、どんなのがモテる髪型かがね、わからないんですよ。で、私が一番知ってる髪型は、違う、私ができる髪型だ。私ができる髪型はまずもろ、この三つ編みでしょ、この三つ編み、この三つ編みが一つ、あつ森の愛の島を、ゲームのことかね。ゲームのお仕事はなんか今スタッフさんが頑張ってくれてるみたいだから、ちょっと待ってて、まあツインテールか、あとはでもさ、ゴムがなくてね、で買いに行けないじゃん今、だからゴムがさ、もうこれしかないの、これ3個くらいしかなくて、なんか絡みにくいゴムっていう、なんかこういうちっちゃいゴム、しかも厚くて半袖なんだけどさ、がなくて、なんか私が髪長い頃にやってた髪型がさ、こうやって、でもこれさ、絡みにくいゴムじゃないからさ、こうやってひっくり返せない、なんかこうこれがね、本当はこれがもうちょっと落ち着いてこうなるんですけど、なんか耳みたいな、本当はね、でもこのゴムが絡みにくいゴムっていうさ、なんか細い、なんか何生地、なんていう生地だろうっていうあれの正式名称が分からない、絡みにくいゴムで調べたら出てくる、それがね欲しかったんですけど、もう買いに行けないしないから、どうしようかなってそうなの、だからもしくは髪を巻いて、こう活用者が生える髪型とかね。あ、そう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 、めっちゃへにょへにょっていうか、意外、そうそう、あのゴム、ヘアアレンジ、はい、じゃあ分かんない、そんななんかの素材の名前いっぱい言われても分かんない、そう、ビニールっぽいっていうか、そう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 、じゃあ巻いてみようかな、とりあえず巻くわ、うねうね巻き巻きで、私がいつも使ってる、使ってるアイロン、最近たまに巻くじゃん私、まあ、ストレートアイロンでいけます。あの、行こう、行けないのよ、だってないんだもん、どこ行ったんだろう、
いや、してたのかな。誰もが持ってると思ってたんですが、私持ってたなと探してみたんだけどないんだよね。おこです。あ、なんかさ、これさ、これ止めてるだけなんだけどさ、なんかヘアアレンジみたいじゃない。こうやってやったらほら溜まります。愛を選んでください。で、髪の毛が最近痛むから180度とかにしてなくて、まあ家にいるし、なんか公園とか汗かくやつだったらね、180とか、まあ、200とか、そういうバチバチの熱い温度でやった方が、まあ、取れにくいんだけど、形が取れにくいんですけど、しっかり跡がつくんだけど、まあ家にいるし、あ、メルちゃん、メルが今います、ここにがいるんだけど、そんな別に配信するだけだし、普段使いっていうか、痛むから160で抑えてます。160、痛むから160でも高いよね、普通に触ったらやけどする。で、最近私毛先をさ、こうやってよくするのがこのね、普通の、これが普通のちょっと羽じゃん、じゃなくて、わかる？こう持ってってまっすぐパー、これが外羽じゃん。だけどもこの外羽じゃなくて、こう持ってくのまでは一緒で、ここに内側に入れてこうやると、ここがこの緩く毛先に向かってウェーブができるっていうか、ちょっと毛先より上の方に内側に入れてから外に返すと、こうやってこう よく見るやつでしょ。こうするとこう、なんていうんですかね、洒落た外羽みたいな。なんか普通の外羽ってなんかちょっとボーイッシュじゃないけど元気な感じが出るけど、こう内に入れてから外にするとなんかちょっとふわふわした外羽になって好き。好きですね。はい、なんか毛先が明るいから傷んでもちょっと見えちゃうかもしれないし、ちょっと見づらいかも。あ、充電器が落ちました。なんだけど、これも全部でも後ろは、私後ろめっちゃ苦手だから、こう適当に手首を使ってこう永遠にこう、わかるかな違い。でもさ、こっちはさ、まあ、適当にやっただけなんですけど、こうとさ、ほら違くない？わかんないかな、わかる？後ろやるとき髪、鏡とか使うね。使わない。で、まあいいや、先にだいたいよくやってるのはこう持ってきて、こうね、男の子はさ使わないと見えないよね。でも私も見えてないんだけど、まあ触ってこうやって触って、あ、ちょっとこれあれだなと思って触って触感だけを頼りにやってます。最近コテは全然使わないね。触ってわかるくない？なんかここ癖ついてんのみたいな、うん、ほらこう見るとやっぱまっすぐだなみたいなのを、ま、後ろは全部こんな感じで、こうやって触ってさ、あ、ここなんかちょっとまだほら、手これとか癖残ってるな、寝癖残ってるなと思ったのをこうやって、あ、ここもだみたいな感じで
触って確かめてる感覚後ろは、うん、でもこう見るとなんかでねくねくねはどこにしようかなこうだから例えばハーフアップするときとかはこうちょっと取ってまず毛先から私はね私のやり方ね、ま、これをシュ内側にまず入れるでこっちにこう癖をつけるあ取れないでここもう一回内側に入れるってやったらちょっと硬くなっちゃったこうやればまずほらうねうねが一本できますでここら辺も取ってこうやって内側にして私は毛先からやる派なんだけどでこうですねうちで私が今このさ1個ずつやってんのは160度だから効かないのよあの温度上げれば上がるだけ癖は早くつくんだけど痛むのが嫌だからちょっとあとつけるのに時間がかかっちゃうこうやってもうこっちの毛とかもそうめんどくさいよ髪の毛って本当にだから握手会ですごい凝った髪型を推しメンがやってたらもう盛大に褒めてほしい私はできないけどね私は下手くそだからできないんだけどもう一個やるかちょっと下手だったこれ下手なやつはなんかこうかぶせとけばなんとかなりますほらうん、私はそんなにおしゃれなのができないからって感じなんだけどあでも良い感じではほらこうやってうねうねとさっきの外羽を混ぜたりとかさっきのそのこの外羽のこれの分これをさっきはさもうこれで終わったじゃん一うねりで終わったんですけどもう一回こっちに外つけてこう打ちってやるとこっちも外のうねうねができるからこうやって混ぜたらうねうねの完成ですこれを混ぜる外羽と結果が外と結果が中を混ぜたらうねうねになるわかる？で私は基本外多めですね後ろが外が多いからあんま聞いたことないよすごくない？まあこれがさ、うん、こうやったらふわふわになる私の説明が下手だからさ結果が外で結果が中とかわけわかんない毛先が外と毛先が内側の巻きを内巻きと外巻きを混ぜてふわふわを作りますトゥトゥうん、こんな感じかな私のゆる巻きはこっちもこう強めに癖つけたらうんこんな感じまあ本当はいろんなとこ後ろのカラーもやればいいんだけどこのやってない側のこの明らかストレートゲな外羽とかはなんかここの強めに巻いたらねなんとかなったりするこれ、うん、なんか この巻きをするとねなんかこっちにボリュームがいっちゃってこのさこのあんまり巻いてない方が目立っちゃうわけだからそれはまあこっちも巻くなりなんなりして
バランスを合わせていくんですけど、ちょっとなんせねショールームの画面がちょっと小さくて私も何やってるか全然わかんない。みたいなね、こんな感じで。うん、難しいんですよね。だから大体それか、なんか困ったらこうやって耳かければなんとかなりますね。メル、そうだねって、はい、そうです、はい、私もそう思いますって言ってます、はい、分かったよ。大体こう耳にかけたらここも腕をねして可愛いしなります。反対側もやろうかな。そう、まああとはこの派生としては、まあ、この巻いたのを三つ編みしたらゆるさが出て可愛いとかかな。私のこの長さってあんまヘアアレすることがさないのよ。だからね、うんって感じなんですけど、もっと長いとだって意外いろんなのできるじゃん。ツインテールとかさ、私はしないですけど、ポニーテールとかお団子とか三つ編みとか、うん、なんかここでまとめてピャーみたいなやつとかハーフツインとか、あ、いや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 、いろんなのができるよね。あ、たくさんのことした。そっと1、そっと1、そっと、うん、私の頑張ってる感って、そうなの。こうやってこう、抱きしめちゃいけないんだ。つまり伸ばすの？三つ編みをなんかしてみたいし、今結局おうち時間じゃん。だから伸ば、気分も切れないし。多分自然的に。あのね、伸ばすことになると思う。アイロンでもあのね、あのヘアビューロンがめっちゃ欲しいけど、めっちゃ高いの、ずっと欲しいんだけど、しかも髪質もさあんま良くないから欲しいんだけど高くて買えない。欲しいんだけど、ヘアビューロンっていうなんか、4万5千円ぐらいするアイロンがあるんだけど、それはね高くて買えない。だから貯金するか、で私貯金できないじゃん、無理じゃん、終わりなのよ。わかる、いいよね、欲しいよね、本当だよね、高いよね。そうそう、ゲームより高いんですよ。
貯金しようかな。まあ確かにさ、まあ表に出る仕事だからさ、貯金して買ったらさ、まあよりさいい身だしなみで出れるわけじゃん、握手会とかね。大きくないよ、めっちゃなんかこう洗練された、洗礼された形みたいな感じ。まだいいか、ちょっとまあ後半適当ですけど、こっち側は特に適当だけども、うん。あとは前髪、ヘアアレンジだと何ができるかな。みんなが見たい髪型って何なんだろう。そうそう、 4D が欲しいんだよ。でも高くて買えない。お団子はちょっと毛が足りないわ。ツインテールが好きなのね、みんなは。で、私のツインテールはさ、もうさ、こんなんなわけよ。見たくないでしょ、別に。スクショしないって約束してくれる？ね、ねえねえ、スクショするしないって約束したらいいよ。使ってるスタイリング剤はこれ反射するかな？ジャミールフランメルティーバターバーム。懐かしい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 、やったことあるこれないけど、懐かしいって言っちゃった。手に取って私ね、スタイリング剤つけるのマジ適当なの。これ真似しない方がいい。多分私癖が取れる、この巻きが取れるつけ方してる。でこれハンドクリームになるんだけど、今ペタペタしたい気分じゃないので、ちょっとやっぱ化粧軽く拭いちゃいます。で私ね、この真ん中に分ける工程もできないんだよね。真後ろ見えないからいいか。ツインテールを人生でしてたのが多分私中学と NGT 入った頃ぐらいだから、外跳ねしてるからさ、これ外になっちゃうんだけど。
って量なさすぎてウケない？ほうき？ミニほうきできたんだけど。これさ、中華中華中華できた。こっちも中華しよう。若く見える、マジで？と、嬉しい。中華っぽい曲ないかな。違うな。中華っぽい歌。ちょっとわかんないわ。いた。あ、できた。ん？何これ。さ、こっちピアスが多くて痛くてさ、やっぱりピアスに引っかかるんだよ。できない。これを、お、ん？何これ？頑張れ、ありがとう、頑張る。これをこう切って、え、なんでさ。これだけでいい。え、
なんでできないの？こうしてこうして、だってさ結ぶ途中で編めればいいのにさ。まず1回目でこれしか、なんでできないの？そうなの、左右で感覚が違うの。あ、できた。何これ、ここでいいや、できた。はい。こっちこう取って、じゃあスクショしていくけど、こうにしにして、これ以上ダメ、ここ。中華ポーズって何？見えなくなっちゃった。え、中華ポーズって何？肉まん？あ、これおにぎり。中華ポーズって何？こうだ、ポーポして欲しい曲ある？アイメイク今日全然してないよ、いつもと一緒、マスカラもしてないし。これツインテールじゃないからね、今日は最強ツインテールはできません。でもこれ動いたらもうそろそろ取れそう。うん、後ろダメ、後ろ見せれない、絶対グタグタ。中華っぽい曲なんだろう。あ、中華って調べちゃった。フライングゲットって言ったっけ。もうこれはこれ以上できない、これ絶対違うんだって。もうこっちとさ全然違うじゃん、こっちも潰れてるのにこっちなんかここで終わってんだよ、ここにもなんかゴムあるし、だからもうここでしか、私今この角度しかできない、これぐらいかな。昨日あやちゃんが最後に歌った曲なんて曲、何歌ったっけ昨日、覚えてない、何だったっけ。わかんない、何歌ってた。メール落とした。君ってチャイナ服持ってないです。なんでと僕は一人好きに君の気持ち言います。あ、頭カーンって言ったらこれもう取れそう、もう取れてる、取れかけ。言われる前に感じるままに、ほら取れちゃった、取りました。あ、なんかいい具合のゆるふわになったよ。やばー、ゴキブリ令和バージョンみたいな感じしない？
私アイロン何回落とすの。もう一回。こういうこと？もっと上か。ここだ？こうか。違うよねこれ。絶対違うよねこれ。なんかだってこれしかないよ。あ、こうすればいいか。で、え、これなんかちょっとゴキブリ令和バージョンって感じしない？するよね。こうだから。できた。5期5期できた。ちょっとあれっぽくない？メンヘア、メンヘアっぽいメンヘアっぽいな。痛くね、これ。下手くそなのよ、見てこの違い。だから私はもう安定のこちら側の角度でいさせていただきますけど、もう撮っていい、これ撮っていい。こうやってちょっと上目に行ったら分かんないか。スクショ載せなかったらいいよ。じゃあこんなスクショいるの。5歳に。オッケーした。すっごい嫌そう。撮るよ、撮ります。やっぱこれが一番しっくりきますな。あ、これね、今ね。
そう。あとそんなもんかな。今日はこんな感じでした。今日のヘアアレンジ配信はこんな感じで終わろうかなと。ちょっと恥ずかしくなってきちゃった。終わろうかな。分からんか。こうやって言えば、いやあれ一見あったら両方三つ編みしてるみたいな感じなんだけど、こっち見たらあれ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 、こうなってれば三つ編みって分かんないか。三つ編みをしよういっちゃってんだなみたいな、はい、そんな感じで今日は終わろうかな。こんな感じで今日も見てくださってありがとうございました。今日は1位がムンさん、2位がムンさん、3位がムンさんでした。ありがとう。こんな感じで今日の配信は終わろうかな。明日は、明日何配信だっけな。あ、パソコン配信だ。パソコン配信したいんだけど、もしかしたら時間内にできるか分かんないから、時間内じゃないわ、何時間内って、設定がうまくいかなくてもしかしたらできない可能性があるので、初めてだから、ちょっともしパソコン配信じゃなかったら申し訳ないですね。うん、初めてお家でパソコン配信を新しいパソコンでするから、もしできなかったらごめんなさいなんですけど、明日は18時から配信したいと思いますので、よかったら見に来てください。バイバーイ。かゆ。バイバーイ。